はい、お疲れ様です。今日は豚肉、肩ロースのステーキ肉がですね、すごく半額で1パックだけね、これ超分厚いんですよね。ほら手のひらぐらいあるね、分厚い。これが3枚で、400円しなかったと、半額だったんで650円の半額だったかな。そんな感じで早速豚肉ステーキにしました。はい、よいしょ。ちょっと待ってください。まあ、小さなキッチンでね、こうやって換気扇の音が聞こえると思いますけど、ちょっと冷蔵庫がないんで換気扇かけて風通しを良くして、ちょっと濃いめの味にしてるんでね、持つんでしょうということですよね。ゆで卵で赤ワイン、で、自分で作った、人参と玉ねぎ、これナムルというか酢漬けですよね。余ったキムチにあえてキムチ味にしてます。まあ、自家製ピクルスみたいなもんですね。今日はごちそうですね。しばらくなんていうのかな、タンパク質、ちょっと欲しくなったんでしょうね、体が。ゆで卵と、豚肉の肩ロースステーキですね。お疲れ様です。洗濯物がまあしょうがないですね。洗濯をしたら洗濯物があると、まあ当たり前といえば当たり前ですけど、ちょっと、これはカーテンで隠すわけにもいかないし、もうなんか角度を変えればよかったの、壁向けてね、こういうふうに放送すればよかったんでしょうけど、いやもうめんどくさいこらえてもらって、ちょっと見苦しいかなこれ、さすがに。これでどうだ。うん、まあまあまあどうでもいいかということで、お疲れ様です。早速食べよう。非常に体調が良くてですね、自炊し始めてやっぱり、今日はワイン、これ500円ぐらいのやつですね。ちょっと私にとっては高級品ですね。普段300円400円だからよいしょ。はい、お疲れ様です。タンパク質も取るぞ、ブッシュは。ありがとうございます。いただきます。豚肉の、ソースはね、ちょっと豆板醤がペーストが少しあったんで、中華風ですね、ソースはね。この脂身のところからいくという。うまい。豚肉は脂身ですね。悪い。上等うまいわ。
うん、ああ分厚い、食べ応えがある。ぴったりなんとなくわかるからね。ねソースはね、ニンニクと玉ねぎと青ネギ、で、ちょっとオリーブオイルを仕上げにかけて、で、味噌、醤油もちょっと入れたけど、基本の味はね、豆板醤とペーストの、ゆるいペーストタイプの、味噌汁、10円のやつ、しじみ、ワンパックずつでね、味噌汁ワンパック100円で10袋ぐらい入ってるやつね、味噌汁のペースト、それを入れて、だいたい豆板醤と味噌で、もう街中で食うよりずっと前、やっぱりこれ自炊のもんだな。これが一皿150円もしないからね、ご飯いらないよ、お腹いっぱいになっちゃうの。卵、ゆで卵もあるからね。うん、最近私の中でマイブームの玉ねぎと人参の千切りにしたやつを、レモンビネガーと米酢と塩コショウ、うん、それはキムチのね、もう残って、ほら冷蔵庫もないから酸っぱくなったやつにこう混ぜる。酸っぱい、うまい。酸っぱい、辛い、うまい。うわ、ニンニクも効いてるし、いいなあ。このあったかいうちにね、この脂身の方を食べないとね。こう分厚いでしょこれ。ほら分厚い。うん。うん、銀座で食べたら一皿2500円だな。上等だなこれ。自分の作ったものこんだけうまいうまいって食えたら幸せだね、本当にね。合うなぁ。
うーん、赤ワインに合うな、味噌味とニンニクと。まあベストとは言えない、この500円のワインでこんだけうまく上等だな。上等上等。いやーよかった、体が資本だからね。うん、ぴったり。はい、よかった。まあ今参議院選挙行われてますけどね、私の出番はまだまだ来ませんよと。まあ私の出番が将来にわたってあるかどうか、まあ、政治の関係でね、まあ、それも不明ですけど、まあ、今ではないと。ええ、なんかこう2007年高知市長選挙に出てから8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、ね、今年の秋でも12年目だからね、一回りしちゃって。いやー、こんだけ長く選挙のことを引きずると思わなかったな。2007年の高知市長選挙に、まあ、自分の子供が小学校に2人いて、その小学校ね、今もやってる高知市長岡崎市長が廃校にするっていうんで、大手前小学校ね、ちょっとふざけるなよって言って廃校にして商業施設にするっていうもんだから、何を言ってるんだって言って、僕はあの防災施設と小学校と図書館と女子大を組み合わせて複合施設にすればいいという対案を立てて当時の教育長に見せて、教育長はこれ誰が考えたのって言って、いや僕ですよと、僕はあの衆議院の公設第一秘書でしたからって言ったらって言って、そうとか言って、うん、これこの案はあの複合施設で、あの、まあ、高知県に葉山村っていうところがあったんだけど、葉山村もあの当時の労働省と文科省とあのスポーあの要するに、労働者とそれから町民の福利厚生というような形で、複合的な施設を認めてますけども、そういう形で省庁とも大体こう連携取ってできるようにしてますって言ったら、あ、そう、うーん、藤島さんそんなことをやってたのって言って、やたら感心して、あ、いい感じなのかなって思ったら、その3日後にその教育長が亡くなってね、ポコッと。いや、びっくりしたけどね、もう元気で油ぎっしゅなおじさんだったんだけど、センスパタパタやってね、いや、びっくりしたな。まあ、そのまあで結局そのままあの市長に押し切られて、で
それじゃダメでしょって言って市長選挙に出た。それから2007年、それが2007年の秋だったから今年の秋で12年になると、いうことでね、ちゃんと裏返してね、口元を拭くと。おしぼりの使い方も大体こう胴にいってるからね。まあその高知市長選挙で、公明党のしたたかさ、公明党はもう最初応援するよって言って自分たちの案とこの小学校廃止案と引き換えにバーターで自分たちの案を市長に飲ませたからね。それをどっちが仕掛けたのか知らないけど、公明党の子さんのあのおじさんが最後議決した時にひっくり返ったもんだから、あと思ったら藤島すまんって言ってこそっと通っていったけどね、目伏せてすまんのへったくれもあるかっつって、なんちゃでないことを言うなお前はと思ってね、なめたらいかんぜよっていう立ち無益、うん、政治ってこんなに私利私欲というか党利党略というか、こうなんていうかな、まあ国政で衆議院の公設第一次やって結構知っちょったつもりやけど、この地方のね、高知県の高知市のその一つの小学校の統廃合の問題において、こんだけ党利党略だのその私利私欲だのが渦巻いて、しかもその結局ガデン飲水、自分たちの党へ、自分たち個人へ利益になるように持っていくと、その現実を見せつけられてね、まあ、自民党旧社会党はもちろんのこと、共産党はね最後まで反対したんですけど、僕とこう一体化することを極端に嫌って、藤島から離れたらその反対派の PTA の皆さんの言うことを聞いてあげるよって言って、僕から PTA のその従順な、まあまあまあ言い方はいいかどうか知んないけど、その羊のようにリーダーについていく人たちの群れをね、僕から上手に切り取っていったけどね、はあ共産党さすがやなと思いましたね、賢い。まあ、結局ほら共産党と僕はあの脱原発でもそうやけど被るんですよ、キャラクターが被る、主張が被るから、その選挙になったら僕の応援をしてたらあの共産党の票を僕が取っていくわけですよね、だからそれを分かってるから極端に僕のことを嫌うんですよね。まあまあそういうことがいろいろありました。だからどこへ行っても共産党とは合わないですよね。共産党の人は特にその議員になってる人は私のその破壊力というか私のその行動を極端に警戒する、自分たちの票を取られると分かってるんですよ。だから決して私のことを応援しない、これがね山本太郎さんみたいに突き抜けてるとまた違うんですよね。山本太郎のようにあそこまで突き抜けると共産党ももうあの協力せざるを得ない、僕は中途半端なんですよ、要するに力不足。綺麗に皮が剥けますね。ほら。スコンと。ね、気持ちよく剥けましたね。
これにはちょっと塩、塩もこの焼酎の秋瓶、これがいいのよ。軽くて密閉性があって、もう洗ってもすぐ洗えるしね、口が広いから。こうやってね、あの蓋にこうやって取って、あとプッと戻せるからいいのよね、これがね、なかなかね。うん、戻す、こぼれた。昨日作った卵、ゆで卵もそんなに、卵けど生卵の方が長持ちしますからね。まあ冷蔵庫がない、冷蔵庫がない言うてますけど、あんまり難儀がらずにね、まあ冷蔵庫のない生活をどこまでできるか、ちょっと結構長引きそうなんで、本当は冷蔵庫買った方が良かったかなって思い直すかもしれん。まあ知らない。このあのゆで卵はね、あの電気ポットで作った。普通の電気ポットに水の状態で、あのひたひたに生卵から沸かして沸騰したら、そのまんま置いておくだけ。まあだから10分じゃあれだから15分ぐらい置いとけばいいんじゃないですか。完全に固ゆで卵になりますね。半熟なら8分でしょうね。でもちろんちゃんとあのポットを洗ってね、うん、始末しますけどね。うん、ちょっと梅雨時で鬱陶しいから、この肉で、豚肉のビタミン B2 と B1、B2 で、赤ワインのポリフェノールとレモンビネガーのクエン酸と玉ねぎと人参のマリネ、ニンニクね、玉ねぎ純粋なタンパク質でいいですね。豚肉の脂もいいし、まあ本当多少なりとも食事とか料理の経験知恵があってよかったなと思いますね。うん、これ赤身、正解、うまい。豚肉はね、脂身から食べる。魚はちょっとあのさっぱりしたのからいくけど、肉の場合は僕は脂身の方から食べて、後の方で赤身を食べて、
口の中、その歯の周りとか脂身を赤身でこそぎ落とす。で、こういうこう酸味のあるね、ピクルスみたいな漬物みたいなの食べてね、こういうさっぱりする。そうするとまたお肉が美味しく食べれると。本当にあの安い材料を上手に買って、今日も こんなあの本当に6枚切りのトーストぐらいありますからね、豚に。それ3枚、肩ロース650円とか680円、半額やったから、まあまあまあ、要するに前の日の残りなんですけど、今日だから午前中にねパッて買って、要するに前の晩まで賞味で売ってたけど、もう日越したから安くなりましたよっていうね、 前の日に買って、冷蔵庫で自分の家で前の日遅く買って持ち越しちゃったのと一緒だから。そういうことね。だからあの冷蔵庫で、冷蔵庫があるからって言って余分に買って1日2日冷蔵庫で寝かすっていうのが、まあ楽は楽やけど、食材としては一番高いものを買ってるということになりかねんわけよね。まあそういう意味でちょっと面倒いけど、ちょこちょこスーパーを見て安いものをパッパと買うということですよね。まあ、私の出番が来るかどうか。健康維持して頑張りましょう。海軍の将、多くを語らず藤島、すべてを語るすいません。まあ負け惜しみでも言うとかんとやっていけんわね、ほんまにね、うん、何だな、舐めたらいかんぜよ。負けて上等、勝ったら勝ったで、まあでもあの旧民主党の政権をね、今日はなんか誰だ、福山さんか、立憲民主党の福山さんが、安倍総理は旧民主党のことを悪夢と言うけれども、その当時にやったことを安倍総理が自分の手柄のように言ってると、それはまかりならんと言ってましたが、まあまあまあそれはそうですよね。人のやったことを自分がやったように言うたらいかんわね、安倍総理もね、うん、僕も時々言うけど安倍さんほどじゃないな。まあこんな感じでね、やっぱり肉食うとパワー湧いてくるな。ちょっとパソコン作業頑張りたいと思いますけどね、キーボードカッカッて叩きながら、関係ないけど